貿易障壁とは政府によって誘発された国際貿易に対する規制のことである。様々な形態を取り得るが次のような例が挙げられる。貿易障壁の機能原理はほとんどの場合同一である。すなわち貿易に関する何らかのコストを強制し商品価格を釣り上げるというものである。複数国が互いに対して貿易障壁を繰り返し行使すれば 貿易戦争が起こり得る。経済学者は総じて貿易障壁が有害であり、全体的経済効率を低下させるとの見解を持っている。こうした見解は、比較有意理論によって説明され得る。理論上、自由貿易は、こうした障壁のうち、健康や国家安全保障に不可欠と思われるもの以外の全てを撤廃することを伴う。しかし実際には、 自由貿易を積極的に推進する諸国すらも特定の産業に助成金を支給しているのである。貿易障壁は発展途上国に及ぼす影響のゆえにしばしば批判される。富裕国が大部分の取引を支配し貿易政策を設定するため発展途上国が世界屈指の生産順位を誇る商品、例えば穀物などは 今なお高い障壁に直面している。輸入食品に対する税、あるいは先進経済地域の農家に対する補助金といった貿易障壁は世界市場に過剰生産と不当連売をもたらし価格を押し下げて貧困国の農家を苦しめる。関税もまた一時産品には定率労働集約型商品には効率となりがちという意味において 貧困層に不利益を及ぼす傾向がある。開発貢献指数は、富裕国の貿易政策が発展途上国に実際に及ぼす影響を図る指数である。貿易障壁のもう一つの否定的側面は、商品の選択肢が狭まることにより、顧客が粗悪な商品を高値で購入せざるを得なくなるということである。その他の貿易障壁としては、文化や慣習、伝統、 法律、言語、通貨などの相違がある。ありがとうございます。